お疲れチャンスラップです。今日はですね、大型アップデートが来ましたので、早速ね、遊んでいきたいと思います。ちょっとマジ触れたいこと山ほどあるんですけど、ちょっとね、トロ上げのモードが新しくなったりだとか、まあカードのね、調整あった新カード出たとかいろいろあるんですけど、一旦ね、この新カードの、ウルトラの4コストフェニックスですね、はい、こいつ完走したので、ちょっと早速遊んでいきたいと思います。でもメガナイトオールブレイカーのマスケとかのね、はい、枠にとりあえずぶち込んでやっていきます。というわけで、新カードフェニックスとモンクが出て、なんか両方ともねバカ強いらしいです。はい、ぶっ壊れてるらしいですね。まあ3戦ほどこいつ使ったんですけど、あ、ぶっ壊れてます。はい、今すぐにまあ下方した方がいいです。で、僕はよくね、新カードのなんていうんだ、世論調査的な感じのみんなの意見とすごい別のねほど言っちゃうらしいんですけど、さすがに今回はいつも新カードの判断できない俺でもさすがにわかるっすね。これはマジで強いです。はい、これはマジで強い。弱いって言ってるプレイヤー多分いないと思うんですね、クララやってる人で。っていうぐらいマジで強いんで、まあ、何が強いかっていうと、まあ、4コストのまあ対空ですよ。で、陸空攻撃できて、死んだらね、ちっちゃい爆弾落として卵になります。はい、で、その卵が壊されなければ数秒経ってから復活するっていうやつですね。で、空対決は相手のタワーの攻撃がなければ何にも負けません。インドラとかガゴムラも引き分けにまで持っていきます。なんで、まあ空の単体攻撃の火力最強ですね。で、この卵を復活するんですよ、4秒経つと。で、もう1回だけですね、1回だけフェニックスがこんな感じで蘇ると。で、フェニックスの攻撃力、これ知らない人やばいんですけど、これじゃあ化け物なんですよ。この1秒間に与えるダメージ量、 DPS で考えた時に化け物なんで、やばくない？意味わかんないっしょ、これ。はい、っていうのがこのカードです。で、これもう守れないんで、もういっちゃって、もう1回フェニックス欲しいっすね、俺は、みたいな感じっすよ。もうフェニックスゲークララワが。よいしょ。あ、もう終わるっすね、あんなら。はい、という、まあ、フェニックス、はい、キモいっす、マジで。いい意味で、マジで今すぐ消した方がいいぐらい、まあ、おもろいんですけどね、死んで卵になるみたいな、おもろいんですけど、めちゃくちゃ強いんで、まあ、多分今は、まあ、新環境になってすぐとか、バランス調整来て、アップデート来てすぐなんで、多分フェニックス祭りとかだと思うんですけど、まあ、この絶対ラバの後ろにフェニックス来るんでね。で、まあ、対応の、まあ、コツというか、対応する方法としては、まあ、やっぱ小物系かな、数で戦う単体攻撃なんで、まあ、コウモリとかが理想かな。あ、で、これクローンが来んのか。さあ、クローンは来ない。このコウモリで処理したいですね。まだ卵をしっかり処理することも大事かも。よいしょ。さあ、この卵が蘇るんですよ。これ攻撃しなきゃ。タワーの攻撃だけだと蘇っちゃうんで、こんな感じですね。でも1回だけだと思うんで、てか、だけだと思うっていうか、1回だけっすね、復活できるのは。よいしょ。で、フェニックスマジで、火力バカお化けなんで。さあ、一発はメガゴより低いんですけども、攻撃速度がもうメガゴの倍並みにあるので、さあ、やばいです。さあ、今回の相手は、ラバクローン。どうするこれ、ラバ、なんか行ってもいい気がするんですけど、フェニックス強いんで、フェニックス死んだ時の爆破ダメが雪玉とか雑費ぐらいあるんで、よいしょ。ここで、もう頑張ってし、あ、卵処理できたら熱いですね。さて、こんな感じで、頑張って耐えたいんですけど、マジフェニックス、あー、いいスケルトン部隊ですね、それは。フェニックスやべえ。でも相手今回13レベか。まあまあまあ。まあまあまあみたいなとこあるんですけど、舐めてると多分マジでやばいんですよ。本気で。火力がでかすぎて、マジでやばいっすね、今。はい。やば。クローンとかとも相性良さそう。ミラーとか。まあ強いんでね、とりあえずいっぱい出しとけっていう。
さ、マジでつまんねえぞ、おい。とりあえずフェニックスいっぱいゲーっすね、みんな。今のクラロワは無理です、これ。あの、お願いやめて。卵が、あー、やばいやばい、マジやばい。なんか爆発するよ。さあ、ちょっといろいろ、僕、モンクがいる。さあ、このモンクはもう一枚、あの新カードのなんだっけ、あのカウンター効果を持ってるカードですね。いや、でもこれなんかこのマジカード名すげえ忘れちゃうんですけど、このドラゴンフェニックスか、フェニックスキットしか出てこん。マジでフェニックス強いんですけど、まあ、自分のフェニックスもめっちゃ強いからね、なんとかなるって。その相手のフェニックスめっちゃ強いの、でも俺のフェニックスも強いの。ほら、やばくない？守れたんよ、あれ。意味わからんでしょ。さあ、さすがに絶望なんですけど、絶望を切り抜けられるのがフェニックス、まあ、絶望になるのもフェニックスなんですけど、いや、やばくない？で、トロフィー制度が、2種類ですね。トロ5000いくと、もう一個のね、伝説の道がね、開けるんですけど、基本的に今までのトロフィーレースだと、もう最多が7500で終わってしまいます。はい。なので、皆さんの最多トロフィーの更新はもう多分できないっすね。はい。もうでも上限が7500になるので、7500いくともう、今シーズンは、というか、もう多分そのトロ率がないので、はい。もう一生7500です。で、もう一個の伝説の道の、なんかリーグを上げていって、トロは競っていくみたいな感じになるので、ちょっとトロフィー更新とかがね、多分なくなったんじゃないかなって思うのが、今回のバランス調整で唯一のなんか懸念点な気がしております。さあ、ちなみになんですけど、ゴブリンこれ4体になってます。はい、さっき出した時に気づいてる方もいると思うんですけど、ナイトとゴブリンの前調整ありそうだったやつが来ましたね。はい。で、ゴブリン4体になるだけじゃなく、その代わりに攻撃速度か威力かちょっとあんまり把握できてないんですけど、なんかが解放されましたね。さすがに強すぎだったんで。さあ、ちょっと目が痛いよ。フェニックスか、なんだこれ、花粉か、文句のなんかの能力で知らんけど、フェニックスの能力で知らんけど、花粉か、もう目が痛い、目があかん。さあ、着衣、これデリバリーのロケットデッキかな。さあ、これマジ文句めっちゃ強いんで、文句ゲーしたい。あ、でも、あっちゃ食いにボクされそうだな。さあ、ここちょっともったいないですね、なんか。で、ロケットもあるよと。一旦耐えて。これ、フェニックスゲーできそうだけどね。あっちゃ食いない時の、多分フェニックスがめちゃくちゃ強いんで。でも相手がめっちゃ丁寧っすね。守ってくるっすね。もうめっちゃ守ってくる。でも俺のフェニックスにあっちゃくい出したいのかなと思いながら一旦出します。で、あっちゃくいをメガナイトで回収して、2周目フェニックスディガーコウモリっすね。おお、ゴッツブラ見えました。いや結構でかくない？ダメージ爆破もあるからね。あー、インフェか、マジで。で、このフェニックスとディガーの相性もいいんでね。ザップって、フェニックスが、さあ、威力がバケモンの、で、卵が蘇る。あ、惜しい。バカ強いで、踏んであげてフェニックス出したいね。いや、マジフェニックスゲーやん。あ、ポイズンだ。つらつらそう。ロケじゃないんでね。これも絶望っすよ。よいしょ、速え回転が。
で、フェニックスめっちゃ頑張ってる。で、フェニックスがこれ死ぬんすけど、ここ卵になる。さあ、これで卵が、あー、いや、終わっちまうんすけど、ポカン、はい、無限ループ。えぐくね、なんか文句いるんすけど、新チャンピオンの僕なんか文句はそんなに魅力感じなくて、まあ触ったことないしそんな知らないんですけど、みちこちゃん個人的に文句はね、もうどうでもいい言い過ぎ、言い過ぎかもしれないですけど、文句じゃねえな、フェニックスなんですよ絶対。いや、使ったらやっぱフェニックスやわじゃねえ、まあ、やっぱ文句やわっていうかもしれないんですけど、個人的にはなんかね、文句はステータスがそんな良くない気がしてるんですよね。そう、カウンターできるけどみたいな、個人的に。あ、やべえ、無限フェニックスデッキ来た。これやばいっすね。で、これ壊さなきゃ復活しちゃうんで、おお、なんでもっと早く、あ、で、爆破でかい。さあ、俺もぶっ刺しぶっ刺しフェニックスゲーしたい。さあ、復活できるぞ、起きろ起きろ、受けれろ、あー、惜しい。復活できる、楽しいな。うん、スリポンがちょっとやだね。さあ、やばいな、これこれが当たり前の時代なのか。お、なんかパッとしないっすよね、あ、あのカード文句。でもミラーのさ、あれめっちゃ強いんすよね、ミラー文句ゲー。あ、これやばい、死んだ時の爆破がやばいっすね、マジ。冷静に。これ。いや、まあ、耐えてはいる。マジで。ああ、これやばい、終わったわ。この卵をちゃんと壊すのを意識しなきゃダメっすね。あはは、マジでヒーラーみたいな、かヒーラーとかと合わせたら強そう。どうなんだろう、ヒーラー卵が回復すればみたいな、回復するんだからわかんないけど、いや、めっちゃ強いじゃんこれ無限フェニックスゲーか時代は。まあ、ちょっと小物で時間稼ぎはできるので、なんかコウモリの出す位置とかも意外と大事になってくるかもしんないですね。いや、だからメタカードなんだろうな、コウモリでも結局ザップ打たれるしみたいな。何が強いんだろう、マスケとか、もうちょっと高めのラバー来たっすね。さあ来るぞ、文句が、文句じゃねえ、フェニックス、お名前がわからん。いや、ラバとかするの異常に速いですもんね、これ見てわかるレベルで。で、この卵を壊さないとやばいよっていう。で、なんか俺のフェニックスも復活するんだ。これなんか岩やべえな、マジやってて意味わかんないですね。まあ、勝てればいいんですけど、なんだろうこれあー、え、やばい、タワーもあんな感じで強っ。今のめっちゃ強くね、
コモアってフェニックスの火力やべえやろ。これ復活するっすよ、どうせもう一回俺のフェニックスだけ。よいしょ、え、復活してサボりやがった。ターゲットがメガナイトじゃなくて卵に行ってたっす。やばい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 な、これ対処ミスったらマジでいかれるんで、対処慣れるまでがやばいっすね。まあ慣れてしまえばある程度なんとかなるかもしれないですけど、まあ慣れても多分間違いなく強いと。さあフェニックスマジで冗談抜きで強いっすね。まあ、何と強いだろうね、組み合わせは。やっぱなんか卵を残して復活しての無限ループが刺さるとえぐいので、まあやっぱそこを活かせるね。まあディガー、それも本当ディガーだと思うんですね。ディガーザップ、まあディガーか、ディガーで卵延命してみたいな、がめちゃくちゃ強そう。あとはなんだろうな、普通にラバの後ろにいるだけでもやっぱ HP が高いんで、ベビドラより高いんで、そのロケットとかじゃないと落とせないんですよ。ってなった時に、まあ、ロケで落としたところで結局4コスだしなみたいな、なんかやばいっすよね。考えれば考えるほど最強クラスっていう。さあ遅延スケラとかかな。さあ一旦フェニックスゲーしようかな。あーあれスケキンに使いたかったか、まあいいか。さあ攻撃速度速いのもいいっすよね、火力あるのに。このスケキンちょっとゴブリンで囲めたかもしんないっすね、頑張れば。さあまあ卵になって、これは墓石でいかれるかっていうか、墓石ちょっと強そうっすね。あれ、うわやば、あとゴレ今復活したらあかんやろっていう、間違いなく。やべえ、綺麗に垂れて終わっちまう。キッキン結構早いですね、復活するまでが。もうちょっと短くなっても良さそうだけど。墓石か、爆破ダメージいるマジで。何の爆破ダメってなっちゃうっすよ。これやばいっすよね、これいる。スケルトンとかコウモリ溶けちゃうのがやばいっすね、これで。ゆっ、おしまいヤンキー、フェニックスゲーなんですよこれも多分。あのフェニックスサボってんの、さあ頑張って溶かしてもらって、もう俺は右確実にダメージ稼いでいくか。でもフェニックスでいいやんマジでフェニックスで攻めれるやん。やばい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 、マジでやばい。もうしかも火力高いからめちゃんこ溶ける、冗談抜きでめちゃんこ溶ける。電撃したい、まあ、ライトワンチャン打たせられる。さあ無限ループ卵、いやーうまい、いやー復活したら熱かったなやばいこれ、なんか意味わかんねえな。マジでマジで意味わかんねえな、やばいね。フェニックスマジで強いわ、楽しい。もうなんかここまでちゃんと強いとね、中途半端じゃねえもん、もう最強なのよ完全に。さあいやマジこうやってると文句もすげえおもろそうっすね。さあフェニックスメガナイトを組むだけ、もしかしたらっすけどメガナイトとめっちゃ相性いいかもしんないですね。メガナイトなんかこれ組んでるだけなんですけど、さっきから相手めっちゃ辛そうじゃないですか、ずっと。さあ、あれ無限に生き返り、卵侍。で、ゴブリンも強い。で、このメガナイトと相性いいのかもしんねえな。
切ない。であれ何も対応しないと、もう一回復活して、え、タワーと距離が近すぎて復活しなかったのかな。タワーだけだと復活するって見た気がしたんですけど、俺の記憶では。ん、ちょっと難しいな。さあエリポン壊せれば何でもいいんだけど、ジャイが来ちゃう。いやーやべえ、エリポン壊すってどころじゃねえ、もうタワー壊したわ、やば、いかつ、火力高いな、もし。さあこれはヤナアメが来ちゃうので、天才的逃げオールブレイク、あ、やばい、逃げオールブレイク失敗した、やばいやばいやばい、あー耐えた、もったいない。さあですが勝てそうだな。いややばい、だって最高かもしれん。メガナイトって火力がないから、ゴレとかラバとかジャイとかロイジャイとか大型きついんですよ。でもこのデッキはもうその全てをフェニックスで補えてるって考えたら、マジで最強かもしれん。フェニックスだけで、まあ、おられる、おられるというか、壊されるんですけど。火力めっちゃ高い、マジで。やばいよね。火力めっちゃ高い、多分。え、めっちゃ高いな。多分、めっちゃ高いんだよ。君たちは火力が。だから溶かせちゃうんだよね、そういうの全部。うわやばい、マジで革命かこれ。まあ見に行ってたらな、まあまあ、めっちゃ強いじゃんっつって、え、やばいやばいっつって、そんなこと一緒だな、女。いやでもメガライトの弱点を補ってくれるから、このステータスだとね。そう、あ、これまあ順位が分かんないですね。序盤トロ66にセットされてほぼ負けずに、あの無限フェニックスキットフェ、うん、マジでやばい、フェニックス、いやマジで楽しい、勝ちすぎてる、まだある、うん、フェニックス。さあ何でも守れる、あーでもやっぱラバとかとこう合わせる人は多いっすね。まあラバなのか分かんないけどね、ラバホバフェニックス、まあ高回転フェニックスでいいみたいな。さあ文句はカウンターを持ってると、あと3回目の攻撃にノックバックがあるので、まあ、そのノックバックはちょっと強いっすね。さあラバクロっすね、いらねえか。さあフェニックスで溶かしながらクローンされても、最後フェニックスやられたら爆破で小物系処理できるっていう最強か。おい、これもやっぱ何が足引っ張ってるかってやっぱ文句なんですよね。なんか可能性はあるカードですよね、このカウンターとかの。うんこしてるみたいだなマジで今の申し訳ないんだけど、やば、なんか
この一体で守りも攻めも完結しちゃうっすね。稀にあるんすよね、ダクネ全盛期、親衛隊全盛期、もうその1枚で全て完結しちゃうじゃん時代、もう完全それっすね。ちょっともったいないかな。いやでも、え、強っ。あ、鳥になっちゃった。鳥？いや、強っ。なんか。全然守れちゃうっすね。さあ、卵を壊して、復活防いで、おぉ、なんかクララは簡単になったっすね。マジでフェニックス出しときゃもう勝てるじゃんっちゅうので、マジで無限にいける。こんなんだったっけっていう、わかんねえ。でもこれ勝てなくなったら無限に負けそうだな。やべえ、卵がっつって、あー、また復活した、あ、やべえ、ミラーでみたいな、おいってなって、もうエリゴレともうなんか似てるんですよね、本当に。エリゴレにしろや、もうエリゴレドラゴン。さあ、いやこれでも普通にフェニックス来るとやべえ。気づいた、これ完全無視のゴレダクネフェニックスあるな、絶対そうやん。こんなんほぼ確定レベルの、え、なんでまさかのマザネク、謎のマザネク採用ですが、いや、ここはでも、いや、マジ、全部フェニックスやな。マジ、全部フェニックスで守れるっすね。やばいよ。で、これ、死ぬときに、てか死ぬぐらいのタイミングで、ディガーやって、復活させてあげてがいいっすね。これっすね。で、逆も攻めてあげて、ザップを持ってくることによって、リセットもできて、何でもできちゃうよと。で、このフェニックスが、はい、無双。強っ。簡単だな。で、フェニックスと、メガナイトで守れるよと。こんなんでいいのか。マジ、こんなんでいいのかってなっちゃうよね。さあ、フェニックス。お前は一体何に酔えんだ、教えてくれよ。うん、うわー、気づいたらお帰り、マジで気づいたらお帰りシステムバグだろ、マジ本気で。あー、もう無限フェニックス地獄始まりっすよ、こんなん。もうやばっ、人生かわいそうだな。俺は楽しいからいいんだけど、はいはい、溜まってもらって溜まってもらって、いい、はい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 、いっぱいいるよ、いっぱい飛ぶからね。いや、多分ギガーザップとかだ、これめっちゃ相性いいんだろうな、フェニックス。よいしょ。いや、せっかくなら降りたい、いっぱい飛んでるしみたいな。最強です、はい、ただそれだけ、最強です、壊れです。誰がどう言おうと、なんと言おうと、どう見たって壊れです、はい。というわけでマジ最強です、これ。普通にこのデッキめっちゃ強いかもしんないわ。ちょっと皆さんもぜひやってみてください。さあ、というわけでまた文句やね、フェニックスの別の敵とかもちょっと紹介しようと思うので、そちらもチェックお願いします。では、大塚ちゃんでした。またねー。